日米原子力協定により、日本はこれまで30年間、国際原子力機関の査察を受けることなどを条件に、ウラン燃料の濃縮や使用済み燃料の再処理が認められてきました。問題は再処理した後のプルトニウムを燃やす高速増殖炉などがうまくいかず、原爆6000発分にも相当するプルトニウムが47トンも溜まっていて、国際社会から削減を求める声が上がっていました。今日自動延長されますが、今後は日米のどちらかの事前通告で半年後に協定を終了できることになり、アメリカ政府の意向に大きく左右されることになります。